西澤由佳は、アベマ TV のアナウンサー。元サイバーエージェント勤務のキャスター、元スペースクラフト所属のタレント、モデル。埼玉県出身。中央大学在学中、ミス中央大学2013グランプリを受賞。応募は、アナウンサー志望であることを知った友人による、多選だった。大学では放送研究会に所属したものの、ほとんど活動には参加しなかった。一方で、オールラウンドサークルの活動には積極的に参加した。同年のミス・オブ・ミス・キャンパス・クイーン・コンテストでもファイナリストとなった。その後、キャンパス・クイーンとしてスペースクラフトに所属し、タレント活動を行う。就職活動でアナウンススクールに通い、テレビ局各局のアナウンス試験を受けるも、不合格。2016年からサイバーエージェントに入社。オフィシャルブログの解説提案やコンサルティングを行う。担当タレントがアベマ TV 出演の際にはサポートするなど関連会社の一員として関わっていたが、タレントの活動歴があることから、マジガチランキング、アベマプライムに起用され、美人社員として、レポーター、番組アシスタントとして出演。もともとアナウンサー志望であったことから、アベマ TV が専属アナウンサーの募集を開始すると、自ら手を挙げ合格。サイバーエージェント社員としての勤務と並行し、テレビ朝日ASKに通い、2018年4月より、アベマ TV 専属キャスターとなる。他のキャスターと違い、すでに進行経験などの実績があったため1月より、アベマ TV の大相撲、プロ野球中継などでレポーターを担当する。テレビラジオウェブテレビ執筆広告モデルイベントウェブ。テレビウェブラジオ舞台 CM。ありがとうございます。